一人生ビール。一人生ビールというのをやったことありますか？一人酒というのは日本酒で取り行われることが多く、美空ひばりさんの一人酒場で飲む酒はという歌の酒も多分日本酒だと思う。ビールで一人酒というのはどうもしっくりこない。ひばりさんの歌はこの後、別れ涙の味がするということになり、一人酒というものはもともと陰気酒であるから、酒場で一人しきりにとっくりを傾けることになっていくわけで、これがビールだと一人酒場でしきりに何本もビール瓶を開けることになり、お腹がガボガボになり、お腹ガボガボは別れ涙の味がするという世界と合わない気がする。まして生ビールとなると一層お腹がガボガボになり、一層別れ涙に合わなくなる。生ビールは当然ビアホールで飲む。ビアホールで一人生ビールをやっている人は、あんたそこで何やってんの？という気分を周辺に与える。ところがですね、実際にやってみるとなかなかいいものなのです。ビアホールで生ビールで一人酒、しかも昼間、昼間といっても3時4時というあたり、まだ閑散としたビアホールで一人生ビールのジョッキを傾ける。4人掛けのテーブルにゆったりと一人で座り、時々ジョッキを傾けてはつまみをつまみ、持参の本に目を落としては読書にふける。週刊誌ですけどね。夜6時以降の喧騒が嘘のような静かな店内。こういう場合のビアホールはあまり大きいのは困る。体育館みたいに大きなビアホールでは気分が出ない。ほどほどの広さ、ほどほどの客。神田新宝町の靖国通り沿いにある L、ライオンではありませんは、まさにそういうビアホールだ。僕はここで一人生ビールを取り行うために10日に一遍ぐらい出かけてゆく。この店は僕の考えている一人生ビールの条件をすべて満たしている。まず店へ行くまでの道の勾配がその条件を満たしている。 JR のお茶の水駅の改札を出て明治大学沿いの坂をだらだらと降りてゆくわけだが、この坂の勾配がビアホールに向かう気分にぴったり合う。ほどの良い坂を降りてゆくとき、人は楽しい気分になる。心がリラックスする。これから生ビールを飲むんだという楽しい気分になる。これがもし上り坂だったらどうか。しかも鎖を伝って這い上っていくような急勾配だったら、とても生ビールの気分にはならないだろう。この快適な坂を下っていって、三省堂書店の前の交差点を右に曲がって1分ほどのところに L がある。駅から歩いて約7分。この7分という距離がまた生ビールに至るまでの距離としてぴったりなのだ。これがもし歩いて2時間などということになると、生ビールどころではなくなる。程よい汗、程よい疲れが生ビールを一層おいしくしてくれる。この辺り一帯を歩いている人々もまた生ビールに合う人たちなのだ。歩いているのはほとんど学生で、これから人生が始まるという人ばかりだ。若い熱気は生ビールに合う。これがもし巣鴨だったらどうか。巣鴨のトゲ抜き地蔵状態だったらどうか。生ビールはやめて渋茶に団子にしようということになる。程よい汗、程よい疲れの後、L 到着。いつもの定席、2階の道路沿いのガラス窓に沿った席に座る。この席は目の下がすぐ道路、すなわち目の下すぐのところを通行人が歩いている。この席は別に特にこれといった利点はないのだが、時々今流行りのキャミソールの娘が歩いていったりする。キャミソール娘が
三人連れで歩いて行ったりする。キャミムスを真上から見るとどういうことになるか。それが三人だからかける三ということになるとどういうことになるか。迷惑に思うという人は少ないはずだ。この日はまず炭塩とエビフライを取った。生ビール560円。ここのジョッキがまた生ビールにぴったりの大きさなのだ。大きすぎず小さすぎず、ジョッキの壁に泡の横線3本で空になる。さっき炭塩とエビフライを取ったと書いたが、それを読んで、炭塩はいいけどエビフライは生ビールに合わないんじゃないの？とやや蔑みつつ思った人も多いはずだ。そういう人はこの店のエビフライを知らないからだ。全長22センチ、直径3センチのエビが堂々2本。マカロニサラダとトマトを従え、湯気を上げて横たわっている。熱々トゲトゲのところにタルタルソースを無視してソースをかけ、ナイフでぶつりと切って口に入れる。エビフライがこんなに生ビールに合うとはと誰もが思うはずだ。ふと前を見ると、やはり一人生ビールの客が一人ごくごくやっていて、時々眼下に目をやっているのでありました。